からインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。ではまず最初に自己紹介と最近の趣味について。大阪春夏秋冬のエオンです。趣味、本当に本当のこと言っていいのかな、これって大丈夫。趣味は最近本当に野球を見ることにすごいハマっちゃってて、あとはかさぶたを作って、かさぶたをね、剥がして一回机の上に置くそれを爪でこう4等分にちぎるっていうのが趣味ですね。ああ、全然かかってこい。お風呂に入るときどこから洗いますか？これ結構聞かれること多いんですけど、どっから洗うかなって一度考えて洗ってみたことがあって、考えて洗うと逆にどこから洗っていいかわからないみたいなこともありました。一度、まあ、実際どこから洗うのかって考えたんですけど、本当に私実は太ももからいっちゃいますね。一番泡立てやすいんでしょうね。太ももでガッサーって泡立ててから少しずつ下に行ってまた上上がりますんで、はい、では次行きます。手で三角形を作ってください。ではその三角形をおでこに出てください。私おでこ狭いんです。足りるかな。上着が落ちるかもしれませんが、どうですか？ではそれで一言お願いします。まんじゅう。決まっちゃったかもね、これ。ありがとうございます。では次はメンバーのマイナさんから質問が一つ来ます。あら、すごいじゃない。人魚姫はいますか？この子らしい質問。人魚姫、人魚姫いますかって聞いてきてるってことは、いると思ってるんだよね。実際やってたことあった。これ流せるかな、使えるのかな。人魚姫、そうバイトで一時期結構難しくて、人魚姫のバイトって募集、たまたま募集バーってタウンワーク開いてたら、バーって見てたら人魚姫って書いてあって気になっちゃってポンって押したら、まあ3ヶ月だけ短期で入ってくださいみたいなのあって、3ヶ月やってたんだけど、本当に本当に動きづらくて、一応5時9時で4時間だけだったんだけど、まあ4時間だから足がさ、もうグッとなってるから、もう結構本当につらいし、でたまに打ち上がったりとかして人をこう見て、人に見られるようにわざと人魚姫だよって、私いるよっていうのを見られるようにしてて、でも結構時給が良くて1500円だったかな人魚姫のバイトをやってたことがあるんで、まあ、信じてほしいなって気持ちが強いかな。ありがとうございます。あ、では次の質問いきますね。はい。彼氏いますか？まあ本当にやらしい質問にやらしさを感じる全然いいんだけどね、これ時々聞かれるんだけど、一番聞かれて多い質問、最近可愛くなりましたね、恋してますか？可愛いイコール恋の結びつきなんで私実際思っちゃうわけ、まあ、いいんだけど人それぞれの価値観だからいいんだけど、まあ彼氏いますかっていう質問に答えさせていただくのならば、います。何人いらっしゃるんですか？あー、聞かれちゃった何人か聞かれちゃった。本当にちょうど108円。あ、ごめんなさい、108人ほどいますね。108、ちょっともし記事に起こすとかだったら108(2)って書いてくださいまだ未定の2がいるんで
これでまあ10になっちゃうから、それだと本当に今の「しょいぜじゃん」ってなっちゃうじゃん、110だったら。それが気まずくて2位をキープしてます。では次、カルパッチョを10回言ってください。言えるかな。カルパッチョ、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 カルパッチョ。ありがとうございます。ではその言葉に振り付けをつけてください。振り付け、若干もうついてたっていう感じやめてください。わかりましたよ。さあ、カルパッチョ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 。あ、ごめんなさい、もう何回言ったか分かんなくなりました。本当に大事なカルパッチョなのに申し訳ない、本当にもう取材中にこんなカルパッチョをさせてしまって、カルパッチョを見せてしまいました。次はメンバーのルナちゃんからの質問になってます。最年少だ。エオンちゃんの膝の硬さは、本当に柔らかい、本当に柔らかい。今本当に右の膝のちょうど上らへん、まあ、名前つけるならマルリって言うんだけど、まあ、実際気になるのであれば全然触りに来てもらっていいかななんて思っちゃいますけどね。うん、膝ぐらいだったらね。エオンさん、猫を飼ってらっしゃる。ああ、猫にゃん、はい。猫の血液型って A 型、B 型、AB 型ってあるんですけど、なんで O 型がないんですか？これは本当に私が O 型だから。言っちゃった、またこれ言っちゃっていいのかな、いいのかなみたいなことが今日はすごく多いんだけど、これ本当に申し訳ない。猫の血液型を決めるときに猫の上の人、うん、猫界のトップの人、まあすごいもうすごい顔聞く人、私オーマンですよねって言ったら、まあ、会長が、猫会長が、あ、オッケーオッケーオッケーみたいな、じゃあ王外そうか話になって、いやもう全然私王型全然使ってもらって大丈夫ですよ、本当にもう気にしてないんで、いやいや、ほんまにそれは悪いから、俺がもう決めることが猫はもうみんな思ってるからっつって、まあ、ABAB になってしまったから、本当にもし猫で大型が良かったよっていう猫ちゃんいたら相談してきてください。そうなんですね、ありがとうございます。ではマナちゃん、メンバーのマナちゃんのことどう思いますか？正直本当にぶりっ子。エオンちゃん、みたらし団子好きとお伺いしましたが、なんでみたらし団子好きなんですか？あら、なんで知ってるんだろう。なんで好きなんですかって聞かれちゃうと、私昔、おめたらしなんじゃねえのって、男たらしなんじゃねえのって言われた時期があって、いやそんなことねえよみたいな、私ほんとどっちかって言うと女たらしみたいな、めたらしみたいな、ずっと言ってた時期があって、めたらしめたらしの延長でめたらしめたらしみたらしで、もうそっからかな、みたらし食べるようになったの。では、メンバーのゆうなちゃんから、この世が終わるとしたら、この世が終わるとしたら、私は世界で1人、2人、3人、4人数えたらキリがないけれども、本当に愛する人と一番何がしたいかって歯を磨く、そんな日常的な時間を過ごしたい。ありがとうございます。では次が最後の質問になります。シュパシュンを英語に例えてください。シュカシュンを英語にね、そうですね、まあシュカシュンを英語にすると、ドッグ&キャット、ドッグ&キャットかな、これが一番合ってると思う。
最後何か言い残したことがあればお願いします。ナポリタン。